はい、皆さんこんばんは。マンスリーピッチセブンミニッツ第6回始まりました、ナビゲーターを務めます三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの杉原です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく本日の司会進行を務めさせていただきます、スマートシティインスティテュート事務局の土屋です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この時間ですね、ウェビナーの定番でございますが、水曜日はスタートアップシリーズということでやっておりますが、このマンスリーピッチですね、月に1回の形でスタート始めて、今回が6回目になります。引き続きですね、ご視聴いただきました皆さんありがとうございます。今日はですね、はい、今日は5社のピッチということで、ちょっと時間が押し気味になるかもしれませんが、最後までですね、ぜひご視聴いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、年末スペシャルですね。はい、通常4回ですけども、はい、はい、よろしくお願いします。そして、いつもならここでですね、スペシャルゲストの専務理事南雲さんをお迎えするところなんですが、本日残念ながらお休みということで、どこかで聞いてくださってるといいなと思っておりますというところです。はい、それでは、マンスリーピッチ7ミニッツ初めての方に、簡単にご説明させていただきたいと思います。マンスリーピッチ7ミニッツはスタートアップと熱い自治体職員の出会いの場でございます。我々スタートアップとして応援したいのはご法よしスタートアップなんですが、ご法よしスタートアップとは何かと言いますと、近江商人の経営哲学である三方よしに未来よし地球よしの2つを加えまして、今後あるべき企業の、理念として独自に定義をさせていただきました。で、公募の結果選考を通過した、5社が、この後ご登壇いただけるということです。で、我々セブンミニッツの特徴はコネクトとナイスの札上げ制度にございます。セブンミニッツという名の通り、7分間の熱いスピーチを終了した後ですね、スタメン47の自治体職員の皆さんに、オレンジ色のコネクトなのかブルーのナイスの札を上げていただきます。コネクトのオレンジが上がった場合は後ほど連絡先を交換するシステムということになっておりまして、過去の平均コネクト数8コネクトということですので、まあ、年末最後ですし、皆さん今日もですね、どんどんコネクトを上げていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでですね、そのまさに熱い自治体職員スタメン47のですね、皆さん今日もご参加いただいております。画面をオンにしていただけますでしょうか。今ですね、18の自治体様ご参加いただいております。今日は個々のご紹介省略させていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1ヶ月ぶりです。久しぶりでございます。よろしくお願いします。はい、それでは早速参りましょうか。はい、はい、では1社目参りましょうね。はい、早速でございます。それでは1社目の登壇者でございますが、音力発電のですね、早見さんです。早見さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました株式会社音力発電の早見と申します。今日は皆様お忙しいところお時間取っていただきありがとうございます。私の方からですね、この資料に沿ってリドファースト戦略、日本発世界発の循環型火力揚水発電についてのご紹介ということをさせていただきたいと思います。で、今回のプレゼンピッチでですね、弊社の、まあ、目的といたしましては、この後説明させていただく海の波を使った火力発電というものがあるんですけれども、それの実証場所を今日本全国で探しておりまして、ご興味あればですね、実証場所として、一緒にご相談、できないかなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、で、ご存知の通りですね、地球はですね、表面積の7割が海です。ですので、海のエネルギー、波のエネルギーですね、というのは非常にこう大きなものがあります。で、そうすると、まあ、波で波力発電しようというふうに、ことになると思うんですね。で、波力発電の研究というのは、世界的に見てもですね、40年以上の歴史があります。ただ、この後ご紹介させていただくんですけれども、40年やる中でですね、まあ、人類にの、まあ、最後に残された三大課題というものがあるんですけれども、その三大課題というのがクリアできずに、今、なかなかですね、実用化に至ってないというのが現状になります。ただ、我々はですね、その三大課題を一気に解決して、波力発電を、今この再生可能エネルギーの流れでですね、世界的な需要があるだろうということで開発を進めていく。で、またですね、私どもの思いとしてはですね、日本というのはやはり昔から
ものづくり大国ですので、世界中で先進国、まあ、ヨーロッパとか北米、アメリカ、カナダ、そういったところもなかなかできなかった三大課題のクリアが日本人だから、まあ、日本が初めてできたんだなと、できっとしたら日本だったというふうに皆さん思ってもらえると思うので、まあ、そこでですね、まあ、日本人の活力をちょっと自信がなくなっているようなところもありますけれども、復活させたいなというところと、あとは波力産業というふうに呼んでるんですけれども、まあ海沿い、まあ、日本海を360度海に囲まれた海洋国家ですので、日本中でですね発電できると思うんですけれども、波力産業、ね、そういったところで、地域にも貢献したいなというふうに考えております。はい、ここからはですね、この、絵だけ見ていただければと思うんですけれども、その三大課題ってじゃどういうものですかというところですね。まずコスト、海の波で発電しますので、まあ、海洋生物、フジツボとかですね、そういうのがついてしまったりですね、海底ケーブルとかで、発電したものを持ってこないといけないということで、非常にコストがかかる、もしくはメンテナンスがかかるということが言われております。次に今、安全性、やはり台風とかの高波対策で壊れてしまうところですね。あとは漁業との問題、これが3つ目です。船の通り道、航路のとぶつかってしまうとかですね、やっぱり沖合に設置する場所が多いので、海の波がいい、高い波があるところは漁場としてもいい場所があるというようなことで、まあ、バッティングしてしまう、漁場とのバッティングというようなものが三大課題として挙げられます。で我々はこの三大課題、3つともすべて解決するというところで、今、循環型波力揚水発電というものの開発をしているんですけれども、まあ、完成予想図がご覧の通りのものです。今日はですね、時間の関係もありまして、細かい技術的なところは割愛させていただきますけれども、大きさでいうと、まあ、20メートル、30メートル、高さも30メートルぐらいのもので、船型をしております。これ、縞模様でブルー、濃いブルーがありますけど、一番 下の濃いブルーのところはですね、海の中に、実際には入ります。まあ、海面がここぐらいだということですね。波の取り込み口がありまして、ここから波を取り入れて、ね、発電をすると。発電の仕組みはですね、名前が循環型の波力揚水、揚水発電ということなんですけども、中にですね、白い、まあ、円柱状のものがあるんですけど、これがピストン、まあ、浮き、フロートになっていて、波がやってくると、このフロートが上下するんですね。で中に、まあ循環水というのが入っているピストンがありまして、そこで上下によって、波の上下で水を汲み上げて、実際にはですね、まあ、20メートルぐらい汲み上げるんですけど、水力発電、ここに上部プールというのに貯めて、水を流して水力発電をして、下部プールにまた戻って、また波が来るとそれが上に持ち上がってというような仕組みになっています。で三大課題ですね、台風の対策とかですね、この船型にすることで直接重要な部分に波のエネルギーを、強いエネルギーを当てないとかですね、フジツボとかもですね、実際ここで発電するわけですけども、ここには海水をつけないので、海水と触れない状態になっているので、フジツボ対策もできているとかですね、あとは船型でこれ防波堤のところに設置するんですけど、漁場には設置しないというようなことで三大課題も解決しましょうというような提案ですね。弊社の特許技術になってますよというところでございます。こちらも絵だけ見ていていただければと思うんですけども、現在はですね、横浜国立大学さんと一緒にですね、増波装置、波を発生する装置で実験を繰り返しておりまして、ここは上部プールで水が汲み上がって、揚水管から出てるところですね。で、これで発電をしてます。水管で水を流して水力発電してますということです。大体2メートルぐらい、大体10分の1ぐらいのポンプアップですね、までは成功していますよというところでございます。で、離島ファースト戦略というところで、書かせていただいているんですけども、まずですね、この、波力発電はですね、初期導入段階においては、まあ、離島を中心に導入しようというふうに考えております。どうして離島かというと、ご存知の方もいると思うんですけれども、離島というのはですね、あとそれからですね、実際に今、フィットとかフィップっていう制度、固定買取制度がありますけれども、我々が狙っているのは、そういうものに頼らずに、直接ノンフィットですね、自家消費を、するもの、漁協組合さんとか工場、近隣のご家庭で、1キロワットアワー当たり15円で販売しようとしているんですけれども、離島というのはですね、燃料を船で運んでこないといけないという関係もあって、発電コストが40円から45円、為替によっては60円以上する。と言われているディーゼル発電というものを使っています。割高なんですね。ただ、既存の電力会社さんは、22円、1キロワット当たり22円、まあ、離島だから高く
電気代するんだというのは法律で禁止されているんですね。なので実質赤字でやってますと。なので、離島であれば電力会社からすると我々が発電事業を行うと赤字分を減らせる。で、消費者の方もですね、ユーザーの方々ももともと22円払ってたのが15円、電気代が安くなる。我々もそういったところであれば、参入障壁が小さくできるだろうということで、まあ、三方よしの関係が成り立つだろうということで、離島ファースト戦略を挙げています。でただですね、離島以外でもですね、我々、その冒頭に申し上げた、実証場所を探しているというところでは、離島ではなくてもですね、ぜひ大歓迎ですので、よろしくお願いします。また普及段階においてはですね、今の、再生可能エネルギーでいうと太陽光とか風力というのが一番普及していると思いますけど、それと同じぐらい1キロワットアワーあたり8円から9円台、そういったところも狙っていけるだろうと。これは量産効果でですね、できるだろうというふうに考えています。またですね、この技術はですね、経産省のネドさんとか総務省さん、国交省さんからですね、同時に3つの国プロ、国家プロジェクトにも採用されておりまして、それだけ国もですね、注目していただいている技術というふうに思っております。これはですね、NEDO から出ている資料なんですけど、まあ、四方八方から海洋国家の日本においては波のエネルギーがやってきてまして、そのポテンシャルは36ギガワットというのが発表されています。これはですね、日本の電力会社10社の年間発電容量の6分の1から3分の1にも相当するという非常に大きなポテンシャルを持っていますということからも分かると思います。あと、波力はですね、波、太陽光とか風力に比べてエネルギー密度というのが20から30倍とか、風力に比べても5倍以上と言われているので、まあ、そういったところで期待をされているというですね。で、今年の3月にですね、島根県の海士町さんの方で、まあ、ここに映っているものなんですけども、実際の海に浮かべて発電するという実証を行いました。そちらはまあ日経新聞にも載ったんですけども、まあ、着実に、そういったところでも実証は積み重ねていますというところですね。で、今後の予定なんですけれども、まあ、今年の3月、海士町で実証させていただいた。で、来年ですね、8月から沖縄の久米島で1年間の実際の大きさのもの、20メートルとか30メートルあるものですね、海士町の時よりも大きいものを実証しようと思っています。で、ここからスタートで日本全国北から南までいろんなところで実証をさせていただけないかということで、調整できたらと思っております。最後に弊社の会社概要でございます。主要な株主としてはですね、エネオスさんとかですね、常石造船さんとか今回の事業にも関わるような大手の企業様からもご支援いただいているというような会社でございます。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。1社目から素晴らしい重点テーマ、環境エネルギーの企業さんに、発表いただきました。早水さんですね。失礼いたしました。よろしくお願いします。はい、それではここから質疑応答に行きたいんですが、離島ファーストということでしたが、まあ、いろんな環境で実証実験をされたいということですので、ぜひさまざまな自治体さんからご質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。どこかございますか。海がありそうなとこ、どこだろう、横須賀。すみません、指名を受けました。じゃあ、はい、今、はい、指名されましたので、はい、ありがとうございました。そうですね、波力ですと、まあ、確かに直接の運動エネルギーですので、まあ、それを変換ロスが少ないなというのは、非常によくわかります。で、まあ、私の方でちょっと、気になったのが、まあ、例えばですね、今、一基あたりで、まあ、例えば平均的な家庭の、中小費電力、どの程度を賄えるのかなというところが気になりましたので、まあ、参考程度に何か計算上の数字があればですね、教えていただけると、皆さん分かりやすいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今ですね、開発しているものは330キロという出力になります。で、330キロでいうとですね、個数でいうと400から600個ぐらいの、電気が発電できるというものでございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、すみません、横須賀市役所様はですね、実は今猿島もですね、自称候補地存じております。はい、実は私の課で、はい、やらせていただいておりますので、はい、そうなんです、はい、お世話になっております。ありがとうございます。猿島ですね。なるほど。なるほど。ちなみにこれ、早水さん、自治体さんへの依頼事項としては、この実証場所
ご提供いただくとか、そういった調整を一緒にやっていただきたいみたいな、そんなことでよろしいんですか？はい、おっしゃる通りです。そうですね、離島ではなくてもちろん構いませんので、防波堤があるところですねを中心に、日本全国で実証させていただけないかなと。もちろん期間限定で大丈夫というか構いませんの で, でこちら側がすべて費用負担はさせていただくということで、はい、場所とその調整ですね、ご尽力いただければと思っております。はい、ということでございますが、他海がありそうなところでもなくてもいいんですけど、防波堤ありそうなところどこかございますか？ご質問いかがでしょう？そうですね、北九州市さんなんかどうなんでしょう？ありがとうございます。はい、非常にちょっと興味を持って聞かせていただいたんですけれども、北九州市ご存知かと思います。今洋上風力発電非常に推進しておりまして、確かにそういうふうに波も非常にありますので、どうかなと思います。やっぱりちょっと気になったのが漁業関係者とかその辺の反応がどうかなと思ってちょっと聞いてたんですけれども、今までそういった形で実証実験やれた時にそういった反応とかいかがでしたでしょうか？はい、ありがとうございます。おっしゃる通りですね、漁協組合さん、どの自治体の方もですね、漁協組合さんとの、兼ね合いというか許可をまず取ってくださいと。そうするとあとスムースですよっておっしゃっていただけます。で、我々そういったこともあって、漁協組合さんからまずご挨拶させていただくんですけれども、どこのですね、漁協組合さんも基本的にはもう非常にウェルカムというふうに言っていただいています。というのが、やはり三大課題の3つ目で挙げさせていただいた漁場との兼ね合い、漁業との兼ね合いですね。基本的には防波堤の、テトラポットとかがある外側に置く予定なんですけれども、そういったところであればその航路になっているわけでもなくて漁場になっていることも、ほとんどないということで、あと皆さんおそらく多くの漁協の方がですね、小さい頃からこう海で育ててきたというかですね、海好きな方が非常に多くてですね、そういったところで発電にできるんだという、純粋に興味も非常に持っていただいているというのは印象としてありますね。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。最後、一つだけ、つくばしさんよろしいですかね。はい、つくばしさんお願いします。はい、ご説明ありがとうございました。これって大きさっていうのは将来もうちょっと大きくなっていくのか、要はもうちょっと発電するために大きくなっていくのか、ある程度今のサイズを確保したまま、なんか中身を質を上げていくのかって、なんかそういう方向性ってありますかね。なんか一度場所設置しちゃうと、なんか今後また大きくなりますとか、なんかそういう心配もあるのかなと思ったんで、なんかそういう大きさ的なところがあれば教えてください。ありがとうございます。ですね、今その330キロというものを開発してるんですけども、それは大中小でいうと中型モデルになります。3つ並べると1メガぐらいのものができるということなんですけども、逆に大きいものでいうと、1台で1メガとか2メガ、の出力が出るようなものも将来的にはですね、開発しようと思っています。あと、もっと小さいものですね、200キロとかですね、100キロとか、そういう小型のものも、開発しようというふうに思っています。で、今一度設置したらっていうところのご質問もあったと思うんですけども、実はですね、これ船型で、要はアンカリングをして固定するんですけれども、要は海底に太い杭とか打ち込む必要がないんですね。で、現在久米島さんともですね、お話ししているのは、やはり夏と冬で風の向き、波の向きがですね、ちょっと変わったりするんですね。なので、1年に1回、1回というか2回というかですか、その季節によって、角度を変えたり設置する場所をここからここに移動しようとかですね、そういったこともその船型という特徴を生かしてですね、できるだろうというふうに思っております。今のような回答でよろしいでしょうか？はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それではよろしいでしょうかね。まず1社目ということですので、まずはつながっていただくことが大事と思っております。大変注目を集めているスタートアップ企業、温力発電さんです。それではコネクトはナイスの時間いきましょう。一斉に札を上げていただきましょう。どうぞ。はい、来ました。コネクトが来ます。横須賀さんも北九州
さん挙げていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか難しいところですよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャットの方に C を送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ちなみに音力発電早水様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きよろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、早速次ですね、2社目に参りたいと思います。ご準備のほどお願いします。2社目のご登壇でございますが、バイオマスレジンホールディングスの神谷さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、バイオマスレジン神谷でございます。よろしくお願いします。我々農業とテクノロジーで明日のプラスチックを変えていくという会社でございます。7分間のお時間をいただいてですね、面白そうな会社だなと思っていただければありがたいなと思ってますので、お付き合いください。よいしょ。これは10日ほど前になりますね。幕張の展示会がございまして、サステナブルマテリアルということで、3日間で約4万人ぐらいの、お客さんがいらっしゃいました。で、そのうち7000人ぐらいの方たちがですね、私どものブースに入っていただいて、このライスレジンというものを見て知っていただいたんですけども、おそらく会場で一番混み合っておりまして、この7000人の熱量を受けて今日皆さんに向けてピッチができればなと思っていますので、よろしくお願いします。最初に私も紹介、ホールディングスは昨年3月作っているんですけども、2017年に新潟県の南魚沼で最初に工場を立ち上げて、現在グループ8社で活動している会社でございます。先月ですね、これロンドンのCOP26 のジャパンパビリオン、バーチャルではありますけれども、国内から33社ですかね、出展させていただいて、世界に向けて日本の技術をアピールさせていただきました。これが地球によしということを我々が訴えてきた先日でございます。お問い合わせも非常にありまして、でここでは私たちはこの環境問題ですね、その世界共通の社会課題ということで、特にプラスチックはこういった問題と非常に関係性が深いということを理解していまして、まあ、CO2 排出削減の問題ですとか、当然政府の方もですね、2030年に向けて、あるいは2050年に向けてかなり高い目標を設定していますので、もう行政の皆様も多分ご承知だと思います。で、これは環境省さんが出されたロードマップで、今年の1月ですけれども、まさにここの中でバイオマスプラスチック導入を進めていく中で、この右のグラフの方にありますいろんな写真ですね、この辺のものを置き換えているのが我々の今の仕事というふうにご理解ください。で、特にですね、昨年の7月のレジ袋の、規制から始まりまして、年明けますと4月から無料配布のアメニティとかですね、カトラリーの禁止と、やっぱりだんだん一段階プラスチックに関わるその厳しいものが始まっているようです。で、多分ご承知のように、おそらくその次はですね、可燃ごみ袋、こういったものも自治体指定のごみ袋もバイオマス化というのが一応明文化されておりますので、まさにその来年2022年以降、より一段と高いこのバイオマス化への転換期ではないかなというふうに私たちは注目しています。で、我々がその中で提案させてもらってますのは、これライスレジンというですね、国産のバイオマスプラスチックで、これ非食用米と書かせていただいてますけども、いわゆる流通の中で発生するロスのお米を活用して、従来の石油系と同等の機能を提供している素材になります。で、これがその CO2 の排出削減やフードロスの削減に、つながっているというふうに、説明させていただいております。で、これお米が最大7割までプラスチック化することができています。で、またメインがお米ではありますけれども、コーヒーカスですとかそば殻とかですね、木質系のもの、こういったものの樹脂化も技術としては確立していますので、実は地域に合わせたいろんな樹脂化事業というのも進めています。で、この辺はちょっと割愛させていただいてですね、バイオマスプラスチック大きく分けるとですね、この成分解といわれるその自然に還る素材、それからそうでないものと分かれていて、我々のライスレジンはこの下の非成分解、特にそのワンウェイ製品ですね、可燃の焼却をするもの、ゴミ袋、レジ袋、ストロー、フォーク、スプーンとかですね、食品トレー、こんなものに置き換えていくことを期待されています。で、一方でですね、やっぱりその成分解なら良かったのにってよく言われるものですから、そこに対しても技術的にはすでに確立していまして、
ライスエージンと別にネオリザというブランドで展開をしています。ただしこれ日本では市場がなかなか難しくてできないので、我々からはもうライハルのアジアアフリカでの先行販売、そして日本の中ではですね、やっぱりそのきちっと技術実証をしたいという思いがあって、今複数の自治体さんとこういった取り組みを始めています。北海道から九州沖縄までですね、環境が違う中、あるいは春夏秋冬を通じて同じ一つの素材がですね、都合よく分解することはありませんので、その辺のことをきちっと検証したいと思って、こんなことを進めています。でこれライスエージに戻っていろんなですね用途展開なんですけども、本当に身近なプラスチックのものにはほとんどのものが置き換えているのが今現状になっています。でこれが今まさにですね、この後進めていく可燃ごみ袋、地元新潟県ではですね、南魚沼市では3年前から導入していただいてます。それから新潟市さんとかですね、長岡市さんとかですね、おそらく行政の皆様がこういったバイマスのごみ袋を導入するためにいろんな準備をされていて、我々も実はそのモニター実験とかですね、環境美化のイベントとか一緒にやりながら導入に向けてのアプローチを共に自治体さんとやらせていただいてます。でこれが実は今新潟県にとどまらずですね、我々がヒアリングさせていただいた中では、国内かなりの数の自治体さんがすでに検討されていて、私たちは今175ぐらいの自治体さんとは商談を少し始めさせていただいてます。それから全国でこれ電話で聞き取り調査をしていますけれども、おそらく800以上の自治体さんから資料請求ということで、各担当の方には我々の資料が送付されているような現状かと思います。でこれは民間にとどまら、行政にとどまらずですね、これ NPO さん、グリーンバードさん、全国組織なんですけども、こうやって身近にライスレジンを使ったゴミ袋はもう普及していまして、こんなことをしながら知っていただきて、で、国産のバイオマスプラスチックの普及が進めばいいんじゃないかなというふうに考えています。もう一つがですね、我々が取り組んでいる一つの事業として農業問題ですね。もちろんその高齢者の問題等はあるんですが、実はその耕作放棄地と呼ばれるものが圧倒的なスピードで広がっていまして、いよいよ東京都丸々2個分を超えてしまっています。で、ここに対して我々はですね、従来ロスを使っていましたけども、この耕作放棄を水田に戻そうという取り組みを自らしていて、お米作りを始めています。これは少し報道されているんですけれども、来年の夏稼働予定の福島県、これ浪江町ですけれども、ここの我々の自社工場で使うためのお米作りをすでに、今期始めました。これ多収穫米といわれるその通常のお米よりも、ね、収量の多いもの、そしてこの福島でも実は年2回取ろうということで、そんな取り組みもして新しい農業モデルの提案を始めている状況です。こんな我々の活動がですね、多分 SDGs17 項目ほとんどに合致はするんですが、特にこの6つの部分に関してはかなり具体的な取り組みとしてできていると思います。もともとプラスチックの製造からスタートしていますけれども、それでものづくりからですね、最終製品あるいは農業も含めてですね取り組んでおりますし、最近ではこの教育分野に非常に力を入れておりまして、これ新潟県に限らないんですけども、出前事業のような形で我々の取り組みを理解していただいたり、ここにも書いてます、その生分解性っていうのが本当に生分解するかどうかみたいなことを実は子どもたちに理解をして正しい知識を持ってもらうことで将来普及するだろうなというようなことで、ここで未来よしを実践しているというふうにご理解ください。実際はですね、南魚沼スタートしましたけども、年明け2月には熊本稼働します。それ夏に福島。それがもう法人は関西にもございまして、将来的には47都道府県に我々の工場モデルを広げたいなと思っていますが、まずは国内10カ所。これをきちっと整備してですね、10万トンを目指そうというのが我々の事業プランです。で、こういった拠点地域の中で先ほど来含めていたような地域活性をしていきたいというのが我々の思いになっていまして、これをちょっと飛ばして、本当に新潟、福島、沖縄これ出させてもらってますけども、各地域にですね、それぞれのやっぱり良さがあって、問題があって、課題があって、それを解決することがご一緒にできればいいなと思っておりまして、細やかな対応を我々も進んでいます、進めています。で、こういった個別のですね、左側が、例えばバイオマスプラスチックの他にも、我々エネルギーとかですね、農業とかいろんなことをしています。これ、個別にやるんではなくて、やっぱりその
を一緒にですね、組み合わせることで本当に実装できるんじゃないかなと思ってまして、こんなことを本当にあれは我々は取り組んでいる会社だというふうに知っていただければ、何かご一緒にできることがあるんじゃないかなというふうに考えています。本当にその遠い未来の話ではなくてですね、明日のプラスチックを変えていこうという我々ですし、本当に地域に愛されることを目指して頑張っている会社ですので、何か今回のご縁をいただければ大変ありがたいなと思うところでございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。幅広いお取り組みをされていらっしゃって、すごいですね。どこで連携したらいいのかしらって思ってしまった。実際にはもういろんなところと始めているところもありまして、我々がっていうよりは本当に皆さんがこう課題解決で何かは我々自身がお役に立てればいいんじゃないかなと思っているので、本当に全くその個別なことじゃなくともですね、何かお話を聞かせていただいたりとかですね、あとは多分自治体の担当の方は今そのバイオマスプラスチックのゴミ袋の導入でかなり頭を悩ませているっていうのは、まあ我々も聞いてますので、その辺のところなんかのサポートができればいいんじゃないかなとは考えています。なるほど、わかりました。ありがとうございます。では自治体の皆様からご質問コメント等いただければと思いますが、いかがでしょうか。今日皆さんなんか手挙げづらい感じそんなことないです。どうぞ遠慮なく、遠慮しないでいただいて、どうなのかしら。いや、じゃあクリスさんに聞いちゃおう。クリスさん、はい、はい、すいません、油断してましたいや、今何に使えるかなっていう話をしてて、はい、まあ量は少ないんですが、広島県で一番米の生産量が多いのが東広島市なんですけども、そうですね、どのぐらいのコストで引き取っていただけるのかなというなんか率直なところがあるんですけど、それは お米ですかね。そうですね、はい。でも先月東広島さん実はお邪魔してまして、精米とか大手のお米関係の機械の会社と今いろんな取り組みを始めようとしてるんですが、はい、今まさにその話をしてたとこだったんですけど、はい、まさにリアルにやってまして、でいろんな段階で発生するものがあるので一概には言えないんですけども、食用のものよりはもちろん安価です。で、我々はそもそもそういった処分していたものを活用するところがビジネスモデルのスタートなので、そんなことで言うと、決してその農家さんが食用のお米をやめて我々のお米を作って収益が上がるというそういうロジックはなくてですね、やっぱり食用がどんどん減っていく一方で、やっぱりお米作りが簡単なので、農家さんのセーフティネットみたいな形で、もし違うことで所得を少しでも保護できればみたいなことでやらせていただく場面が地方では大変多いかと思います。ありました、ありがとうございます。はい、クリスさんありがとうございました。はい、続いて手を挙げていただきました渋谷区の中谷さん、お願いします。お、はい、ありがとうございます。まあ、渋谷区の方でフードレスチャレンジ、渋谷フードロスチャレンジということで、フードロスを解決するようなアイデアを考えていこうっていうようなプログラムを実施させていただいているってこともあって、すごく興味深く拝聴させていただきました。で、お米以外にもコーヒー柄だったりいろんなもので活用可能というところでご紹介あったかなと思うんですけれども、ちょっとそちらのところをもう少し詳しくお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。他にどんなものがあるのかっていう、はい、承知しました。ですね、そのフードロス対策みたいなことでいうと、じゃあ我々の中でいうとその小規模事業モデルっていうのも作ってまして、ライスレジンというのは本当にあっという間にですね、国の目標の197万トンのプラスチックを置き換えなきゃいけないので、もう10万トン単位でどんどん広げなきゃいけない、そのマスの展開だと思ってるんですね。でも一方でその各地域の食品メーカーさんなんかが出されるようなロスみたいなものは規模は少なくて、それをこう経済的に回すのはなかなか難しいんですけど、特定のエリアで使われるようなもので、まあ、年間500トンぐらいでもしかしたら採算に合えばそれもありですよねっていうようなことはやっているんですね。なので全部が全部樹脂化できるわけじゃないんですけども、いろんなその植物由来のものは樹脂化していて、NDA ベースがあるとなかなか言えないところもあるんですが、かなりいろんなものは樹脂化してます。はい、ぜひコネクトで、はい、を挙げて聞いていただければなということですね。ありがとうございます。はい、続いて豊橋市の室井さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2点ちょっと質問したい点がございまして、まず1点目なんですけど、
豊洲市民の場合、すでにこう指定のゴミ袋を、自治体指定のゴミ袋があってですね、すでに指定のゴミ袋がある自治体に、今の指定のゴミ袋の代わりに今回のご提案のゴミ袋を導入しようとするときに結構担当課としてはいろいろハードルがあるかなと思っていて、そのコストであったり、まあ、市内事業者じゃないところにお頼みするっていうことになるところのハードル、ちょっとそこをちょっと、どうやって超えるかなっていうところが、悩ましいところかなと思ってるんですけど、もし過去にですねそういった例があったらですね、ちょっとそのどういうふうにそのあたりのハードルを超えればいいかっていう点をお伺いしたいなと思ったのが1点です。でもう1点はその耕作放棄地の活用の話がちらっとこう出てたかなと思うんですけども、この問題この地域でも結構こう重要なテーマとなっているので、ちょっとその耕作放棄地ので実際にこう原材料を作ったんですかね、そのあたりの話をですねちょっと詳しくもうちょっとお伺いしたいなと思ったっていう点を、その2点をお聞かせ願いますでしょうか。はい、承知しました。ですね、指定ゴミ袋に関しましては、既存の、例えば納入業者さんを通じて、例えば我々の素材を指名していただけると、もう、ものづくりから含めてですね、だいぶできるようになっています。で、今、ほとんどのものが輸入品なので、かなり安価なんですけれども、いつまでもその、調達でき、そういう形で使えませんよねっていうことと、一つはその、もうグリーン購入も一部バイオマス化義務付けになっているんですが、おそらく早ければ来年の後半とかですね、再来年にはその素材としてバイオマスプラスチックを使うゴミ袋を導入しましょうみたいな形になると思うんですね。で、今はそれはブラジルから運んでくるものを使うものが圧倒的にまだ多いんですけど、これも今すごい値上がりになってまして、経済的にはですね、従来の安いものと比べれば 2,3 割高くなりますが、環境配慮型の袋を導入しなければいけないって選択肢になると、おそらく我々のものがですね、一番安価に提供できていて、で、かつ国内とか海外も含めて、我々の素材で実際の袋を作ってくれるメーカーさんが相当数増えてらっしゃるので、何も我々から買うっていうことではなくてですね、本当に今、現地で通常競争入札されているところに、こういったものを使って、で提案してくださいというふうにお話をしていただければスムーズにいくかと思いますし、我々が今お願いしているのは、例えば県単位で議会でいろんな説明させてもらうときには、実は自治体さんそれぞれ微妙に規格仕様が違うもんですから、少なくともそれを統一していただけると我々とするとコストを下げる方法ができますので、そういったことをご一緒に考えていただけませんかというお話をさせていただいています。で、二つ目のその耕作放棄の米作りですけども、これ農水省さんがですね、2018年に新市場開拓用米制度というのを作ってまして、餌のお米なんかと同じような補助金が出ています。で、我々実は2年前の南大沼で最初にこれ始めているんですけれども、そういった意味ではその従来のお米作りと比べると、味を追求しないので、今まではそのプロの方たちが本当にこう精魂込めていろんな工夫されて美味しいお米を作っていくんですが、我々は味を求めてないので、本当に多収穫米みたいな形で 1.5 倍とか、それを福島でも年2回チャレンジしてますので、東野さんでも多分2回を普通にできますから、そういったことで少しでも所得のプラスになるような形と、その簡単な生産性追求するような無人ロボットの導入とかですね、そんなことも踏まえた新しい農業モデルを提案しているのが今の我々のアプローチでなってます。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございました。はい、それではお時間過ぎましたので、コネクトはナイスのお時間に行きたいと思います。皆さん一斉に札を上げていただきましょう。お願いします。はい、コネクト上げていただいております。ガラの発信士さん、東広島さん、九州州市さん、佐藤の市さん、内閣府さん上げていただきました。宇部市、八幡平市さん、仙台市さん、大阪市さん、京都市さんも上げていただいております。ありがとうございます。あ、京都県の産業創造の森さんも挙げていただいておりますね。はい、皆さん、一度挙げていただいた方ですね、チャットの方に C マークもお送りいただけますと助かります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、たくさんのコネクトありがとうございました。ありがとうございます。はい、バイオマスレジンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございました。じゃあ続きまして3社目に参ります。3社目ですね、節路テックの竹澤様でございます。竹澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。節路テックの竹澤です。今画面共有いたします。では当社はですね、ゲノム編集技術というのを活用して、生き物の多様な力を引き出していこうと
ということで、人々の暮らしを豊かにすることに貢献したいということで活動している会社になります。このような畜産動物や農畜産物ですね、そういったものの遺伝子を書き換えるゲノム編集技術を活用して事業展開している会社になります。で、食料が枯渇する未来というのが懸念されていて、いろんなところで叫ばれています。2019年、約80億だった人口は2050年には100億に近くなるというふうに 25% アップの人口増が叫ばれておりまして、でそれに伴って食料需要量も伸びていくだろうというふうに推定されています。でそこで食料生産性の向上が喫緊の課題であると言われています。でこの食料生産量ですね、これを増やすには、生産面積、それから生産性を高めていく必要があります。ただこれらには課題がありまして、生産面積につきましてはこの温暖化の影響でですね、温度の上昇だったり砂漠化が進行しています。それから面積を増やそうとして森林を伐採していくと、それはそれで別の地球環境問題につながっていくということです。で生産性につきましては、特に日本国内では働き手が高齢化しているとかですね、そういった労働力の問題がありますし、品種改良しようとしますと時間がかかるという課題があります。でこれらに対してセツロテックが取り組むゲノム編集技術で一部解決できるところがあるというふうにお伝えしています。で例えばこの生産面積につきましては、極地環境でも耐性を持つような動植物を作ることがゲノム編集でできます。でそれから従来家畜にできなかった動物の家畜化によって、生産面積に対応するようなものが広げることができるというふうに考えています。でそれから生産性につきましては、繁殖性の向上であったり飼料要求性の向上、要するに飼料、少ない飼料で必要なものを作っていくということですね。それから植物であれば光合成効率を向上することによって CO2 固定を高めることができるでしょうし、あとは、植物工場とか、これから畜産分野もオートメーション化が進んでいくんですが、そういったところでロボットが取り扱いやすい家畜であったり、ロボットが取り扱いやすい植物ですね、そういったものを作ることによってこういった生産性を高めることができるだろうと考えています。でここで接続テックの会社紹介になるんですが、当社は徳島大学発の会社になりまして、徳島大学の中に研究開発拠点がございます。で2017年5年前に会社を作りまして、現在30名ほどで活動している研究開発型の企業になります。で先ほどから申し上げているゲノム編集という技術をですね、研究支援の事業とプラットフォーム事業といって新たな新品種を作る事業に活用してですね、事業展開を行っています。で今回特に自治体の皆様に対しては、この我々がお伝えしているプラットフォーム事業の中で農業畜産分野でですね、活用する事業のご紹介をしていこうということです。でゲノム編集というふうに何度も申し上げているんですが、動物や植物含めあらゆる生き物は細胞から成り立っておりまして、その細胞にはその細胞の性質を決めるゲノム DNA というものがあります。でいわゆる遺伝子というものがここに並んでいるんですが、ここにですね、クリスパーキャス9と呼ばれる因子がアクセスすることによって化学反応が起きて遺伝子が欠損したり新たな情報を追加できるという技術になります。で当社は、徳島大学で生まれたこの高い確率でゲノム編集する方法というのを持っておりまして、ジープ法とかバイキング法とかですね、ちょっと専門的なところになってくるんですが、高い確率でゲノム編集できます。また一般的にはゲノム編集というと Cas9 という因子ですね、これアメリカで発明されたものなんですが、非常に高額なライセンス費用がかかってきます。でこのライセンスをクリアできる別のゲノム編集因子というのを持っていて、日本国内もしくは世界でこれを活用していこうとしています。で実際いくつか事例ができてきておりまして、ある農業法人さんからいただいた案件では、ふるさと納税にもなっているような地域を代表する特産品があるんですが、それを特徴付けをしてより高い商品単価で売れるようにしていきたいというようなご希望がありまして、現在開発を進めています。でこちら、秘密保持契約がありまして詳細をお伝えできないんですが、実際物ができるできてきたらですね、お伝えできるので楽しみにしておいていただければと思います。でいろんな、開発を行っておりまして、今申し上げた農業法人さんの他にも情報通信会社さんだとか商社さんだとか、もしくは産廃業者さんと開発を進めています。でその他自社でもいくつか開発に取り組んでいます。で、自治体様へのご提案になるんですが、2つございます。1つは、
農業畜産試験場、これは自治体さんが持っている公設試験場なども含まれるんですが、そういったところで管理する畜産農産物をですね、当社でお客様に提案できる基本品種として取り扱いをさせていただきたいというお願いです。でもう一つは地域の特産品をゲノム編集で高付加価値化する研究開発を自治体様と一緒に、もしくはこの自治体のお持ちになっている農業畜産試験場様と一緒に取り組んで開発を進めていきたいということです。できれば補助金もいただけると研究はより早く進むかと思います。で、自治体の皆様のメリットにつきましてはこちら2つになりまして、1つは特産品を増やすことができると、従来の特産品をお持ち、どの自治体様もお持ちだと思うんですが、それをさらにバージョンアップできるだろうと考えています。で、当然従来の 農畜産物ですね、そちらのブランドをですね、既存せずにそのアリューですね、また別のものとして開発を進めていくことによって従来のブランドを守りながら開発を進めることができるだろうと思っています。で、将来的にですね、そういった特産品ができてくれば地元の農業も活性化していくだろうということで、地域の活性化にもつながるだろうと考えています。で、地域との取り組みにつきましては、我々徳島の会社なんですが、福島でちょっとご縁がありまして、地域復興実用化開発等促進事業という2011年の震災の後にですね、設けられた補助金ですね。で、鶏のゲノム編集品種の開発に着手しております。で、ゲノム編集もしくは遺伝子組み換えですね、こちら社会需要どんどん伸びてきておりまして、2019年ぐらいではですね、約半数の方々は遺伝子組み換え食品に対して不安を感じないとか、あまり不安を感じないというふうになってきていますので、これからさらに伸びていくだろうと考えています。以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。徳島から、はい、今日は東京ということですが、スタートアップをご紹介させていただきました。ここは少しあれですかね、このお詳しい方とかいらっしゃったらぜひご質問いただきたいなと思うんですが、何でしょう、特産品があるようなところ。はい、皆さんいかがでしょうか。はい、どこかな。特産品、有名な特産品がありそうな。皆さんありますかね。いかがでしょう、何かご質問とかございますか。あ、すいません、特産品のない渋谷区からちょっと質問させていただいてもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど対象のところで、鶏とか豚っていうのも上がっていたかなと思うんですけれども、なんかお肉を、例えば腐らせにくくするみたいな形での改良とかも可能なものなんでしょうか。そうですね、腐る腐らないは腐敗に関する微生物の活性化と思いますので、効果的か分からないけど、抗菌力の高めたような豚を作って検証してみるとか、そういったことは可能かもしれません。ありがとうございます。すごく素人なので、はい、また変な質問だったかもですが、いえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。中カルマイさん、いかがでしょう。はい、ありがとうございます。松本大臣、農産物でいきますと、お花のリンドウの、国内シェア3割持っておりまして、あと八幡平単独でそのリンドウの品種改良する研究所を持ってるんですね。でちょっとゲノム編集ではない手法で、品種改良の方には取り組んでる状況ではあるんですけれども、現場の方の課題感とかちょっと詳しくは私知らないもので、技術的に応用できるものなのかどうかっていうのはちょっと現場の研究所の方に聞いてみないとちょっとわからないんですけれども、なかなか、はい、興味深い面白い技術だなというふうに思って聞かせていただいておりましたけれども、ありがとうございます。はい、具体的に今まで花とかの品種改良とかってやられた実績とかってありますか。我々のチームでは花はまだ着手していないんですが、技術的には十分可能なものになりまして、世界中でいろんな植物系の研究者は取り組んでいて、花の開発というのはいくつか事例があります。リンドウであるかどうかってちょっとまた微妙なんですが、応用すれば十分可能なものだろうと考えています。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。佐賀県さんとかもいかがですかね。ありがとうございます。
佐賀県でもその佐賀牛とかお肉とかが有名だったりするんですけど、そのどの程度 の, その何でしょう改良、例えばその赤身を多くするとか、なんか脂肪分を多くするとか、なんかどういうところまで の, その改良が可能なんでしょうか。はい、いわゆる遺伝子で変えられることは変えられまして、で遺伝子ってない、例えば環境要因とか餌で変えるところにはなかなかアクセスが難しいんですね。で、例えばその肉量を増やすとか赤身を増やすとか、その辺は十分検討可能なところだと思っています。脂身なんかもそうですね、油がつきやすくするとかね、そういったことは可能かと思います。なるほど、ありがとうございます。どうなんですかね、仙台市さんとかもなんか、あ、さっきつくば市さん、つくば市、あ、確かにつくば市さん、この話ありそうですね。はい、ありがとうございます。実はつくば大学でゲノム編集のトマトが、そうですよね、それはもう一般で発売されてるんですけども、あっちはまあ植物というか農作物なんですけども、動物の場合ってなんかそのゲノム編集だとその育成する方も厳重な管理が必要かなと思うんですよね。なんか野生に逃げちゃったりするのも大変かなとか、その辺なんか注意すべきっていうところとか、一般 の, その畜産と違う部分ってあったりしますか。もちろん逃げてはいけないんですけど、まあ、基本的にだいたいどこの牧場も動物は逃がさず管理するようにやってると思いますし、基本的には柵が2個あればいいっていうのが基本的なゲノム編集動物の飼い方になります。ありがとうございます。結構やっぱりゲノム編集っていうと住民の方 の, その過敏な反応っていうか、結構そういうところは自治体としては結構大変かなっていう気もしました。ありがとうございます。でもそこはトマトが世の中に出てきてだいぶ受け入れられるってことが逆に証明されてきたのかなと我々は思っています。うん、はい、まあ、そうですね、まあ、そこの絵のチャレンジですよね。はい、ありがとうございます。他よろしいでしょうかね。はい、まずは技術的なものご興味お持ちいただいて、ぜひお話つながっていただければと思います。それではコネクトはナイスのお時間に入っていきたいと思います。皆さん札のご準備をよろしくお願いいたします。コネクトはガルタの高田カルマイさん、ありがとうございます。ご予約様、ご予約ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。コネクトを上げていただいた方、チャットの方にも C マークを送っていただければと思います。はい、節語テック竹澤様、ありがとうございました。ございました、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ続きますよ。続いてですね、4社目になります。4社目はですね、ASP の林様でございます。ご準備のほどよろしくお願いします。はい、ではASP の林と申します。今日はお時間いただきましてありがとうございます。未活用農産物の原料化プラットフォームについて紹介させていただきます。フードロスという言葉はですね、ここ 1,2 年で、まあ、かなりこう浸透したワードになるかと思うんですけれども、フードロスにカウントされていないですね、畑で廃棄されているものも含めて未活用になっているものを加工してですね、原料化して供給する事業になります。多くはですね、廃棄をされているその内容の相談をいただいてから、用途のリサーチをして商品開発とかレシピ開発しながらですね、それに合った加工方法を選定して原料化するというようなプロセスをとっております。ただ他とちょっと違う点としましては、このバリューチェーンの中で、各そのプロセスの農家さん、それからあと流通とかですね、食品会社さん、それぞれで出てくる、廃棄になっている農産物だったり加工の副産物だったりとか、そういったものが、他の方から見ると、原料になるっていうところの、新たに再定義をしていくっていうところをやっております。それからもう一つは最終的に食品メーカーさんとかですね、飲食チェーンさんの、商品開発の段階からプロジェクトに参加しまして、そこに合うような原料の開発ということを進めています。このように、いろんなところで、どういった廃棄されているものがあってですね、でどこでどういった加工ができるかっていうような、そういったデータベースを今蓄積をしておりまして、その蓄積した後にですね、最終的なユーザーとなるその化粧品メーカーさんだったり食品メーカーさんだったりっていうところにつなぐ、そういったプラットフォームにしていきたいというふうに今進めています。
その中でもいろんな原料の加工の仕方はあるんですけれども、この一番右の粉末っていうところに、注力をしております。粉末の特徴としまして、まあ、パンとかですね、麺とかいろんなものに混ぜていくっていう中に、まあ、色を生かすということで、まあ、見栄えっていう価値とですね、で従来なら皮とか種の部分も廃棄されていると言いますか、除去するんですけれども、まあ、むしろそういったところの方に栄養成分とか機能成分がありますので、まあ、こういったところを積極的に使っていくっていう機能性という価値、ここの2つを特に注力しながら原料化をしています。でそれプラスですね、なぜ粉末化っていうかに取り組んでいるかといいますと、まあ焼却処分をされたりですとか、まあ、特にその外観の悪いものとか皮や種というところはもともと廃棄されているところなんですけれども、まあ、そういったところも無駄なく、特に繊維質が多いところもですね、粉末になれば使えるという点と、乾燥してその、まあ、常温で保管できたり流通できたりですとか、まあ傘が減りますので、まあ、保管と流通のスペースというところでも効率化できるだろうというところから粉末を選んでおります。で、まあ、大阪万博っていうのが、まあ、2025年にありますので、まあ、そういったところに向けまして、こういった新しい粉もん文化で規格外品やフードロスのない社会を作りたいというふうに思っております。特にこの、まあ、京都とかのおばんざいにありますように、もともと日本では、もったいないという食文化がありますので、 SDGs だからというよりはもともとある食文化にですね、この見栄えとか機能性という新しい価値をつけて、まあ、魔法の SDGs フードとして、世界に発信していきたいというふうに思っています。ただそうは言いながら、実際にですねスーパー行くと小麦粉とかですね、お好み焼き粉とかきな粉とか、まあ、そういったものしかなくて、野菜のパウダーとか果物のパウダーがですね、いきなり店頭に並んでもどう使っていいかわからないというふうに、いろいろそのグループインタビューとか等をしてもですね、出てきます。まあ、そこで、こういったパティシエの方とですね、まあ、いろいろコラボしながら、スイーツの開発をしたりですとか、今後ちょっとふるさと返礼品の開発にも着手する予定になっています。写真は今年八芳園さんとコラボして作ったものになります。でそれ以外にこの粉末のですね食材の普及というところで独自のブランドを作るということも今百貨店さん含めてですね、まあ、連携しながら今進めています。まあ、親子でこう楽しんでもらったりですとか、まあ、その野菜嫌いのをなくすというようなコンセプトも含めてですね、そういったワークショップなんかも考えています。でそれ以外にこの商品開発をする上で、まあ、最近ですと SDGs に、まあ、学生の方の関心度も高くなってますので、その商品開発のプロセス自体に付加価値をつけていくということで、青山学院大学さんですとか、あとその、まあ、粉末の前処理というところも含めて、付加価値の上がる加工技術ということで帯広畜産大学さんですとか、あと大阪大学の先生が理事をやっているテラプロジェクトさんと共同研究を今進めています。これは青山学院大学での話なんですけれども、ただ勉強的に取り組むというよりはですね、実際の実ビジネスとして学生も交えて商品開発だったり、実際にですね店舗の企画なんかも今進めています。同じようなフードロスの事業をやっているスタートアップとの比較というところなんですけれども、まあ、弊社は特に粉末というのを原料に特化しているというところと、まあ、なるべく廃棄されている距離の近いところですね、まあ、そこで加工していただくというところと、その加工のネットワーク作りというところが特徴になっているというふうに思っています。ただ加工だけではなくて、実際にその出口となるユーザーのところの、ネットワーク作りというところも並行して今進めてまして、特に、ここのスイーツ店のところのネットワークからですね、パティシエを今ネットワークして、実際にこのレシピ開発といいますかですね、メニュー開発というところが広がるような取り組みですとか、あと百貨店とか料理教室を通じてこの粉末の食材のですね、普及のような取り組みもちょっと今準備をしています。この事業でのちょっと受賞とか採択歴がこのようになっています。で今年経済産業省の補助金事業に採択されまして、6つの市町村で実証をしております。実際にここに書いてあるその中ではちょっと一部変更がありまして、ちょっと川崎市さんではなくて今岩手県の九戸村さんとのところのですね農産物を使った実証を進めております。
で来年はこの6つの市町村ではなくて、さらにですね、10市町村に拡大して実施する予定にしてますので、今日ご参加いただいている自治体の皆様と、連携できたらいいなというふうに思って参加させていただいています。10月に日経産業新聞の方で、この取り組みの方がちょっと取り上げていただきました。はい、以上になりますが、フードロスの削減に向けた新しい取り組みに、広げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。林さん、これはですね、御社のその強みというか特徴としては、その何でしょう、粉もんにするところの技術っていうのは多分、委託先の工場に加工はお願いされるんだと思うんですけど、この地域の中の食品、未利用野菜ですか、廃棄野菜を集めてきて、それを加工して販売するっていう、その一貫した流れを御社が作れるっていうところが特徴という理解であってます。はい、そことですね。で、もう一つは、加工するまでにどうしてもこう腐敗をしてしまう可能性もありますので、そこの前処理のところの、要するにこうぶどまりを上げるっていうところと、なるべく、コストを抑えて、粉末にするっていうところの今研究をしているのが、今後の、強みになってくるというか、差別化になってくるというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。なので今最後にご紹介いただいた実証実験の事例でいうと、このエリア、その地域でその全体構造が成り立つかどうかっていうのを、構築してみるっていうのが実証実験ってことでいいんですかね。それと、あと出口に向けたその、出口のネットワーク作りのところも、今回の実証事業の取り組みの、一部になります。あ、なるほど、了解しました。ありがとうございました。こういったところ、すごいですね。はい、興味持っていただけそうなところいっぱいあるかなと思うんですが、はい、ご質問、コメント等ございますでしょうか。ないかしら。あれ、農作物たくさんありそうなところってどこでしょう。あ、手挙げていただいてますね。東広島市さん、お願いします。はい、ありがとうございました。いろいろとこう何に使えるか議論をしてるんですけど、ここでワイワイ言いながら、例えば酒粕とか日本酒みたいな液体みたいなのとかも面白いんですか。で、できるんですかね。まさに今今年の事業で酒粕をパウダーにしていろいろ使っています。で、いろいろ酒粕の効能がですね、いろいろこう見えてきまして、で今スイーツ店ですとかそういったところに、今サンプルを出して、これから、来年以降は、実証というよりはどちらかというと、もう実際に販売というところに向けて今準備をしています。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。どうでしょうね、今日お話しいただいてないような。北九州さん、今誘おうかと思ってました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今本市の方でも確かにフードロス SDGs の観点から以前からもかなり力入れてやってるんですけれども、先ほどの関係先というか食品メーカーさんとか飲食店さんとかあったと思うんですけど、例えばその農作物、いわゆるその農家さんから出てくる未利用作物以外にも、それ例えば飲食店から出るそのフード、要は残り物といいますか、そういったところでの活用とかっていうのもあるんですかね。はい、今年の実証事業の中では、百貨店さんに入られている飲食店さんから出てくるその端材ですね、そういったものを今選別をしまして、地域 の、 畜産農家さんに飼料として供給する部分と肥料として供給する部分と、ちょっとどこにも使えないなっていうところで、同じように廃棄する部分っていうふうに分けたりもしてるんですけども、今百貨店さんの中で廃棄されているものの大体半分ぐらいは肥料と飼料で使える部分と、あと一部、食品として使える、ちょっと百貨店さんなのでちょっと高級な食材使っているものに関してはちょっと再加工して、食品としてまた使うというようなことも今進めています。あ、分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にこう想像以上にですね、この食品ロスの意識の高まりっていうのはここ1年の
感じているところでして、もうすでにいろんなことを林さんのところでやってらっしゃるということなんですね。ありがとうございました。ぜひですね、皆さんコネクト上げていただいて、林さんとお話ししていただければなと思います。それではコネクトはナイスのお時間入っていきましょう。皆さん札の準備をよろしくお願いいたします。どうぞ。渋谷さん、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。たくさんのコネクトありがとうございました。ありがとうございます。はい、たくさんのコネクトを挙げていただきました。ありがとうございます。はい、それではちょっと押しておりますが、最後のですね、ご社名の5社名いきましょう。はい、ありがとうございます。最後はですね、週末ワーカーの松村様でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私からはですね、企業による副業人材活用についてお話しさせていただきます。簡単に自己紹介させていただきますと、株式会社週末ワーカーの代表取締役 CEO の松村と申します。1989年生まれでして、石川県の金沢市出身です。今日金沢市の人は確かいないですよね。はい、ありがとうございます。2012年に新卒で株式会社ボルテージというソーシャルゲームを運営する会社に入ったんですけど、そこで5年弱ほどソーシャルゲームディレクターとして働いてました。で、2017年の1月にボルテージ退社しまして、副業したい人と企業をつなぐ週末ワーカーというサービスを運営する会社、今の会社ですね、をスタートしました。趣味はフットサルですね。地元、そうですね。会社についてもご紹介させていただければなと思うんですけど、事業はですね、副業したい人と企業をマッチングするプラットフォームです。まあ、特に IT 人材のエンジニアさん、デザイナーさん、マーケターさんなどですね、の副業をずっとのマッチングを5年ぐらい行ってきております。会社自体は今43名ぐらいの組織でして、渋谷区にオフィスがあります。で、弊社のミッションはですね、働くを自由化し人生の可能性を広げるというふうなものを掲げてるんですけど、それと別でですね、副業という働き方を日本でもっと当たり前にしていくことによって、個人のですね、働き替えの情勢だったり、個人の企業依存の緩和だったり、あとですね、IT 人材リソースの流動性を高めて、中小企業、スタートアップの DX 促進を行っていきたいなと思っております。はい。今日3つお話しさせていただければなと思うんですけど、1つ目のテーマになります。企業による副業人材活用とはについてですね。はい。ここ数年ぐらいですね、働くことに対する価値観っていうのはすごく変わってきております。まあ、ここは実感していただいている方も多いんじゃないかなと思うんですけど、個人で言うとですね、終身雇用を前提とした正社員で前の一つの会社でずっと最後まで働きましょうみたいなのが30年前とかだったら当たり前だったんですけど、まあ、だんだんとですね、転職って当たり前だよねと、まあ、そういった価値観が浸透してきてまして、まあ、転職市場とかすごく大きくなってるんですけど、まあ、今後はですね、転職という選択肢に加えて副業とかフリーランスとかですね、業務委託で同時に複数の会社で、まあ、好きな場所で好きなとこで好きな時間に働きますみたいな、そういった働き方がですね、どんどん当たり前になってくるかなと思ってます。企業サイドで言ってもですね、新卒一括採用で、社員を採用して組織形成していくっていうところからですね、まあ、中途採用でスペシャリストをどんどん採用していこうというふうなのが今どんどん一般化してるんですけど、さらにですね、正社員だけじゃない副業人材、フリーランス人材などですね、まあ、業務委託人材をどんどん活用していこうと、そういった企業さんが今すごく増えてきております。特にですね、 IT 人材っていうのが全然足りてなくて、 IT 人材の業務委託人材、業務委託活用っていうのがすごく進んでます。まあ、特にですね、地方の企業さんでいうと全然足りてないんじゃないかなと思ってます。なぜならですね、 IT 人材の多くは都心の IT 企業に集中してるんですね。まあ、そういった方々を U ターンさせようと思ってもなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、副業だったら結構すぐに採用できるんですね。IT 人材のですね、副業リソースを集めて、地方の中小企業さんだったりスタートアップ企業さんだったりとかに、IT 人材不足のですね、企業さんにですね、供給していくことによって、IT 人材のリソースの流動性を高められるので、 IT 人材不足っていうところの課題を
副業によって緩和していけるんじゃないかなと思っております。はい、去年ぐらいからですね、こういった副業人材活用、企業の副業人材活用っていう動きがですね、かなり活性化されてきております。週末ワーカーのお客さんもそうなんですけど、週末ワーカーのお客さんだけじゃなくてですね、有名な大企業さんだったり、あと自治体さんもですね、副業人材活用しますとリリースを出してニュースになったっていうのが去年から立て続けに起きてます。まあ、ここに書いてある通りなんですけど、ライオンさんとかカルビーさんとか、あと神戸市さんとかですね、福岡市さんとか、ヤフーさん、ダイハツさんが副業人材を募集しますとこうリリース出しましたと。これによってですね、中小企業の経営者の方だったり、採用担当の方だったりとかが、副業人材採用活用っていうのがリソース確保の一つの手段になるんじゃないかなと、まあ、そういった考え方が浸透しつつあるかなと思ってます。あとですね、コロナによってテレワークの一般化だったり、インフラ体制が各企業で整ったっていうのはすごく大きくてですね、地方の中小企業さんでも、東京の IT 人材をリモートで活用するというところに対して、体制的な部分で、ハードルが一気になくなったってところも、ここの副業人材活用の活性化させている部分の要因の一つになってます。はい。で、副業人材活用する企業のメリットなんですけど、いろいろあるんですけど、一言で言うと、必要な時に必要な分だけ優秀なリソースを確保できるというものになります。今転職市場とかで言うと、優秀な IT 人材の方が全然足りてないんですけど、副業の市場で言うと優秀な副業人材が余ってるんですね。なので、結構本当に優秀な人でもすぐに見つかるっていうところがあります。あと週5日も、まあ、人は足りてないけど週5日も必要ないんだよねみたいなシーンって結構あると思うんですけど、まあ、週1日から柔軟なリソースボリュームっていうのを確保できるっていうのも大きなメリットかなと思ってます。あと3つ目ですね、こちらも結構大きいんですけど、正社員と違くてですね、まあ、ちょっと思ったよりパフォーマンス悪かったなだったりとか、あとプロジェクトが完了してもう必要になりましなくなったってタイミングで契約解除することができるんですね。なので5番のところにも同じようなこと書いてあるんですけど、人件費の変動費比率っていうのを増やせます増やせることができるので、まあ、景気だったりとか柔軟な組織っていうのを作っていくことが可能になります。はい、次に週末ワーカーについてご説明させていただければなと思うんですけど、週末ワーカーはですね、まあ、月40時間からテレワークで稼働する優秀な副業 IT 人材をマッチングするサービスとなってます。まあ、単発の案件というよりは中長期的に稼働するケースが多くてですね、まあ、平均して1マッチングあたり11ヶ月ぐらい稼働します。長い方でいうと2年から3年ぐらい同じ会社でずっと副業するみたいなケースもあります。で、今導入企業数は700社超えておりまして、登録者でいうとちょっとすみませんこれ古いんですけど3万4千人を今超えてきております。はい。で、どのくらいお金かかるものなんですかみたいなところでですけど、大体ですね、まあ、週末ワーカーの登録者は主にデザイナーさん、マーケターさん、エンジニアさんが多いんですけど、10万から20万ぐらい一人副業の人材採用するとかかるっていうような感じになってます。結構フリーランスとか正社員で採用するよりはコストはいいんじゃないかなと思ってます。あと、どういった人が多いのかみたいなところなんですけど、都心のですね、有名な IT 企業に勤めてる方っていうのはすごく多いです。例えばサイバーエージェントさんとか、メルカリさんとかヤフーさんとかリクルートさんとか DNA さんとかですね、まあ、そういった正社員の方々、まあ、かなり採用難易度高い優秀な方々だと思うんですけど、そういった方を副業人材として、採用することが可能となっています。はい。で、2つぐらい事例をお話しさせていただければなと思うんですけど、こちらはですね、スーパースタジオさんという EC フォースというですね、 EC 向けのツールを作っているスタートアップ企業になるんですけど、まあ、最近テレビ CM とかタクシー CM とかもやってる企業さんですね。で、結構人気スタートアップ企業なんですけど、まあ、こういった会社さんでも IT 人材の採用ってとこ困ってたんですね。で、正社員じゃなくて副業人材採用、副業人材を採用することによってですね、開発スピードだったりをどんどん上げることができたっていう事例になってます。もう一つこちら、新潟の会社さんなんですけど、EC で商品売ってる、Amazon で商品売ってる会社さんだったんですけど、Amazon の売り上げがどんどん下がってってたんですね。で、なんとかしなきゃってなったんですけど、即戦力人材、やっぱり地方で正社員で採用しようと思うと結構ハードルが高かったっていうところがありまして、東京のですね、優秀な IT 人材採用していただくことによって、売り上げを維持回復できたという事例になってます。はい。最後にですね、自治体様と連携したいことについて、ご提案したいことですね、についてお話しさせていただきます。自治体内でですね、スタートアップ企業、
さんだったりとかですね、中小企業さんに対してですね、副業人材活用のウェビナーを共催させていただけないかというところをご提案させていただきたく思います。もちろん費用は一切いただきません。ポイントはいくつか、自治体様のメリットはいくつかあると思うんですけど、まず一つはスタートアップ企業、中小企業の人手不足っていうところを削減できるかなっていうところと、あと左下のポイント3の部分ですね、ワーケーションの誘致だったり、会計人口の増加みたいなところにつながる可能性も大いにあるかなと思っております。で、過去にはですね、神戸市さんと一緒にイベントをさせていただいたりとか、あと、直接川崎市さんじゃないんですけど、川崎市さんだったり、和歌山市さんだったりから受託している企業さんと一緒に勉強会をやらせていただいたりとかの実績もありまして、実際にですね、副業人材活用している企業様に、事例をお話しいただくとかも可能ですので、ぜひご検討いただければなと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まさに副業人材というのも今後のトレンドになってくるかなというところで、地元企業さんにも多数活用いただきたいなと思います。早速、大阪産業局さん、手を挙げていただきました。お願いします。プレゼンありがとうございました。大阪産業局の四季といいます。当局ではですね、大阪 DX 推進プロジェクトというものを行っておりまして、中小企業に、DX を推進していくというようなことを、多面的にやっております。その一環でセミナー等も開催しておりますので、ちょっとその担当とまたおつなぎをさせていただきたいなというふうには思っております。ですいません、質問でございます。優秀な IT 人材がすぐに確保できるという、文言があったんですけど、私の印象では優秀な IT 人材ほど仕事がたくさん集中していって、あまりそういった方を、捕まえることができにくいという印象があるんですけれども、週末ワーカーさんがおっしゃるその優秀な IT 人材っていうのは、どのあたりを担保して、優秀な IT 人材と言われているのかをちょっとお聞かせいただければなと思っております。ありがとうございます。優秀の定義はそうですね、結構幅広くて、もちろんその必要な人材要件によっては結構時間かかるみたいなケースもあるんですけど、弊社でいうとですね、優秀な IT 人材をの優秀さの担保みたいなところでいうとですね、大きく3つ行ってまして、まず契約に至るまでにですね、まず1つ目が弊社側で、本当にその企業さんが求めているスキルセットを満たしているかみたいなところをスクリーニングする機能っていうのを弊社で有しております。で、2つ目が、実際この会社で復帰したいですみたいな人のその経歴書みたいなところを最初いただくんですけど、それを、企業さん側に事前に確認していただいて、この人で良さそうかみたいなところをチェックいただく、そういったお風呂を挟んでおります。で、3つ目が、オンラインになるんですけど、面談みたいなところを実際、事前打ち合わせみたいな形で、副業希望者と企業さんと組ませていただいて、こういった課題があって、こういうことをやってほしいです。自分だったらこういうことができるんで、こういう働き方でどうでしょうかみたいなところを打ち合わせする機会を設けさせていただくんですね。それで本当にこの人でお願いできそうかみたいなところを最後、企業さんに判断いただくって形になってます。それで、優秀かどうかみたいなところを企業さん側も実際契約する前にですね、事前に確認できるっていう風なフローになってます。あとすぐに見つかるかみたいなところで言いますとですね、実績としては、本当に結構ピンキリなんですけど、平均して2週間以内で優秀な副業人材っていうのは現状見つかってるかなと思っております。先ほどもちょっとお話ししたんですけど、人材業界と需給バランスが逆転しておりまして、副業したい人っていうのは余ってる状態なんですね。だからこそ結構そこのスピード感っていうのは実現できてるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。理解できました。まだちょっと詳しくお話を聞かせてください。はい。はい、他ございますでしょうか。北九州市さんお願いします。お願いします。すいません、ありがとうございました。北九州市でも副業兼業人材の活用というのと、あと地元企業の DX 推進というのをプラットフォームを作って今やってるんですけれども、現状でいくと先ほども中小企業様にそのウェビナーとかのご説明の場をということだったんですけど、そもそもちょっとその中小北九州市の中小企業でいきますと必要性を認識していないというかですね、そもそも何をすればいいのかわからないという企業様が結構多くいらっしゃるというのが今現状なんですけれども、その辺のこう訴え方といいますか、例
例えばそのウェビナーを開いたときに、どういうのような形でその、まあ、気づきというか、必要性を感じてもらえるような、なんか意向といいますか、説明の仕方があるかなと思いまして、ちょっと教えていただければと思います。ありがとうございます。過去をやらせていただいた実績としては、北九州市様のですね、まあ、どういった企業群が多いのかみたいなところを事前にディスカッションさせていただければなと思うんですけど、過去に多かったのは、副業人材を採用したいっていうニーズが顕在化していることってなかなか少なくてですね、ただ一定やっぱり IT に関する課題っていうのを抱えている企業さん多いです。例えば EC の売上伸ばしたいんだ、まあ、コロナによってオフラインでの売上がシュリンクしてたって、ウェブによる売上比率伸ばさなきゃいけないので EC の売上伸ばしたいんだ、 EC マーケティング強化したいんだっていう課題を抱えている会社さんってたくさんあると思います。そういった会社さんに対してウェブマーケティング強化だったり EC の売上アップだったら副業 IT 人材でどうでしょうかみたいな形でご提案させていただくとかによって、その、まあ、企業どういった企業さんがどう抱えているのかみたいなところからウェビナーのテーマみたいなのを決めさせて、ディスカッションして決めさせていただくみたいなことをやり方をやらせていただくケースが多いですね。あ、わかりました。ありがとうございます。つくば市さんですかね。じゃあ最後の質問、あ、福橋さんお願いします。ありがとうございます。今までのご質問にもあった通り、その人材っていうのは多分大都市圏に集中しているのかなっていうところがありまして、地方でそういうニーズがあった場合ってどういう感じで対応されるんですかね。そうです、基本的に週末ワーカーでご紹介させていただく副業人材はテレワークで稼働する人がほとんどなんですね。なので地方企業さんと東京の IT 人材が副業でテレワークで稼働するみたいな形になりますね。ありがとうございます。じゃあもうなんかアウトソーシングというか、もうそういうなんか淡々と やるっていう感じのイメージですかね。なんかあまりその現地まで行ってフェイスとフェイスでやるっていう感じではなくてっていう。あ、それよりはですね、結構オンラインなんですけど、チームに入り込むケースが多くてですね、まあ、月に2回とかミーティングとかやったりですね、でディスカッションベースで進めていくみたいなケースが多いです。オンラインでもですね、そういったチームの一体感みたいなところを作るのは可能でして、週末ワーカーのサポート担当がですね、そういったオンラインのチーム作りみたいなところからサポート入らせていただきますので、テレワークの人だから本当にアウトソースで淡々とやる人みたいなところが結構懸念なんですみたいな会社さんに対してもですね、お答えできる部分はあるかなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それでは、最後の企業週末ワーカーさんのコネクトオアナイスのお時間です。皆さん札のご準備よろしくお願いいたします。はい、ゲストにいただきました消防さんも上がっております。西村さんも上げていただいてますかね。ありがとうございます。仙台さんも上がってます。横浜さんも上がっております。ありがとうございます。はい、大阪も上がってますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。松村さん笑顔がないですがすいません、ありがとうございます。北陸の自治体さんがいらっしゃらなかったんであれですね。あ、でも取締役が仙台出身なので。あ、それは良かったです。嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では以上をもちまして、今年最後となります年末スペシャル、5社のピッチを終了とさせていただきたいと思います。本日は皆様ありがとうございました。最後になんですが、ちょっとまだ時間許してくださる方だけ残っていただいて、ちょっといくつか何名かコメントいただければなと思うんですが、土屋さんどなたにしましょうか。そうですね、そうしましたらちょっと仙台つながりで松原さんいかがでしょう。ご発言なかったのでちょっとぶちゃぶれですいません。ご感想あれば。すいません、どうもありがとうございます。大変意欲的なスタートアップ企業さんばかりで、毎回とても楽しみにさせていただいておりました。ちょっとまだ調整中、コネクトして調整中のところも多いんですけれども、ぜひ実証につなげられるように今かなり進めているところでございます。また次回もぜひ楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして今日代理で、ね、ご出席いただいて初めて参加されたのかなっていう方も何名かいらっしゃるんですが、はい、いつもですね全コネクトを挙げる北九州市さんの代理でご参加されております宮浦さん、
今日もたくさんプロダクトありがとうございます。はい、すいません。今日は代理で来ております宮浦と言います。すいません、全部あげれなくてすいませんでした。はい。やっぱりこういろいろこうつなぎさせていただいてですね、やっぱり北九州市あの課題先進都市というふうにいつも言ってまして、何かしらこうやっぱり変えていかないといけないという危機意識が非常に持ってますので、まあ、こちらでご紹介させていただくいただいているようなスタートアップ企業さんのお力を借りてですね、日々こう変化していきたいって成長していきたいと思っておりますので、はい、また来年以降も石橋戻ってくるかもしれませんけど、私も一緒に聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、よかったです、ありがとうございました。2人で参加していただいても全然、はい、ぜひぜひと思います。ありがとうございます。もう一方だけよろしいですか。どうでしょう。そうですね、もう初回からご参加いただいております宇部市の弘中さん、どうでしょう、最後にしました、はい、おとりで一言コメントいただけるとありがたいです。はい、今日発表してくださった皆さんどうもありがとうございました。今日私コネクト上げてないところもいくつかあるんですけども、個人的には大変面白くて、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思いました。ただ役所の中の事情もある程度分かることがあったりとか、まあ、ちょっとうちの中の事情とかもあって、ちょっとコネクト上げられなかったところもあります。で特に最後はご発表いただいた松村様ですね、週末ワーカー松村さんのところは私のセクションが担当のところなので、もうすぐいろいろお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。本当にこのリポーバーですね、マンスリーピッチ、マンスリーピッチピッチです、はい、すいません、マンスリーピッチの非常に新しいというか知らない企業さんをたくさんご紹介いただいて、新しい発見がありますし、直接すぐつながらないとしてもですね、まあ、引き続き動向を見ながら何かのチャンスでまたつながる機会があるかもしれませんので、非常に楽しみにしております。どうも ありがとうございました。はい、ありがとうございます。素敵なコメントいただきました。今日ね、年末最後ということで、また良いお越しをという感じでございますね。はい、本当はこの後飲みにみんなで飲みたいぐらいなんですが、残念ながらそれはできませんので、また新年ですね、皆さんとこの場でお会いできるのを、楽しみにしております。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はもうちょっと時間も押しておりますので、これで終了とさせていただきます。本当に年内最後のウェビナーとなりました。ご登壇の皆様、ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。また新年もですね、新規一点、このウェビナーシリーズ続きます。それからこのマンスリーピッチに関連してはですね、2月にですね、自治体の皆様にご参加いただいて、ちょっと座談公開的にですね、公開ウェビナーで行いますので、今度はちょっと自治体の皆さんにですね、いろいろと本音トークをいただければと思います。それからマンスリーピッチ自体はですね、第7回を3月に予定しておりますので、こちらの方もお楽しみにしていただければというふうに思います。はい、それではこれにて、本日のウェビナー、それから今年最後のウェビナー終了とさせていただきます。どうも皆様お疲れ様でした。どうぞよろしくお願いください。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。